就活生注目トース応援人 YouTuber トッスン中村でございます。本日は3月1日からいよいよ説明会が解禁されることを受けて、この時期の就活生にとって一番大切なことは何かについて話していこうと思います。この時期の就活生にとって一番大切なこと、それは諦めない心です。理由を解説していきます。就活というのは難しく落選の連続です。特に3月1日からしばらくの間というのは、応募しても書類すらなかなか通らず、運よく書類が通ったとしても一次面接で落とされてしまうということも珍しくありません。ほとんどの就活生はまだこの時期経験が不十分であるため、なかなか次のステップに進めないんです。頑張って頑張ってエントリーシートを書いて説明会に行って面接を受けても次のステップに進むことができない。この状態は就活生のメンタルをめちゃくちゃ苦しめます。実際に自分も大勢の就活生を見てきましたが、この時期につまずく人は非常に多く、そして皆口を揃えてメンタルが辛いメンタルが辛いと言っておりました。しかしだからといって安易に妥協することはやめてください。滑り止めを確保するためにいろんな企業を受けること、これは間違いではありません。むしろおすすめなことです。しかしちょっと落選が続いたからって大企業を受けるのを諦めたり、自分の第一志望を諦めたりして、今の自分でもいけそうな企業に狙いを絞ること、それだけは絶対にやめてください。非常にもったいないです。なぜならきちんと就活を進めていけば、仮に不採用だったとしても経験値を得ることができるからです。昨日よりも就活力を身につけることができるからです。前回あれがダメだったな、今回はこれが不十分だったなと、たとえ不採用だったとしてもその理由を自分なりに分析していけば、少しずつ経験値が溜まっていってレベルアップすることができます。そしてレベルが上がればそれに比例して選考を突破できる可能性というのも上がります。不採用になるということは非常に恥ずかしく辛いことかもしれませんが、絶対に無駄にはならないんです。お恥ずかしい話ですが、中村も現役時代いろんな会社を受けて、ほとんどの会社から不採用をもらいました。結果を言えば採用と言っていただいた企業の5倍以上の企業から不採用を言い渡されました。いろんな企業を受けては落選と言われ、いろんな企業を受けてはまた落選と言われ、それの繰り返しでした。非常にあの時期は辛かったです。しかしそれでも中村は受け続けました。落ちて落ちて落ちまくりましたが、それでも諦めることなくいろんな企業を、大企業を中心に受け続けました。その結果経験値がどん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 溜まっていき、自分の就活力というのがどん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 レベルアップしていきました。だからこそ自分は最終的にとある第一志望の大手ゼネコンから内定を獲得することができたのです。不採用だからといって安易な道に逃げることなく受け続けた結果、第一志望の企業から内定を獲得することができたんです。だからこそ皆さん、簡単に諦めたりしないでください。自信をなくしたからといって安易な道に逃げたり、簡単な目標に切り替えること、それは絶対にやめてください。とてももったいないです。不採用だったけども、その分経験値が溜まってレベルも上がったと前向きに考えてください。絶対に逃げたりしないで前だけ向いて頑張ってください。お願いします。そうすれば道は開かれるはずです。以上、かつて就活で大苦戦した結果、ゴールデンウィークの直前までどこからも内定を獲得できなかった男、ドッスン中村からのアドバイスでした。ご清聴ありがとうございました。ドッスン。